はい、それでは、本日のオンラインクラスでは、全米アスレティックトレーナーズ協会公認、トレーナー、アスレティックトレーナー、アスレティックトレーナー、アスレチックじゃなくてアスレティックトレーナーもこだわりの、小岩健一先生に、トレーナーに、いろいろトレーニングであるとかコンディショニングであるとか、まあ、ストレッチであるとかそういったことをちょっとご指導いただいて、で山田と私で体験、していこうかなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。撮影者は今日は島本です。では今日もこういうご時世になって、テレワークとかになって、まあ、肩こりとかそういう首の痛みとかがある人が増えていると思いますので、その予防になるようなトレーニングコンディショニングをやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあまず一番最初、こちらの方向いていただいて、2人でやります。あ、2人でやりましょうか。やりましょう。はい。でまず一応チェック、首の痛みとか、肩の痛みでチェック事項として、まず一番最初に自分のこの指先がこの肩の出っ張り、まあ、肩峰と言われた出っ張りがあるんですけど、この出っ張りのところにちゃんとつくかっていうのをまずチェックしてみましょう。ここついてる、素晴らしい。つくけど、この辺がつるつるになりますよ。ああ、そこつる。肩の硬さ、異常なんで。ここについてないと、ちょっと肩の痛みとか、肩の可動域とかに制限がある可能性があるので、まずチェックしてみてください。今でも早川先生言った、ここはあと二頭筋がちょっと、の筋肉がちょっと張ってる可能性があるので、それはまた後でチェックします。大丈夫ですか？ギリギリつきます。ギリギリつきますね。これつかない方多い。つかない、結構ここの可動域が狭くてつかない人が多かったりします。あとは、アームバーやられすぎちゃって逆につかない人もいますね。実際いますよ、伊賀さんとかも。伊賀さん今度呼んでちょっとやってもらいましょうそう、確かに、で次は今度これ以外に多いんですけど、このまま横から手を上げてきて万歳して、その時にちゃんと手、まあ、親指でもいいですし、手のひらがちゃんと自分の頭上で頭の上でつくかっていうのをチェックしてみてください。これができないと、ひょっとしたら肩こりプラス四十肩、三十肩、四十肩、五十肩の可能性があるので、しっかりと耳の横で肩を持ってきて手のひらがつくかどうかちょっと実演してみてください。私は一応できます。そうですね。おお、できますね。素晴らしい。耳の横、耳の横です。耳の横でやるようにしてください。これどうですか？早川先生も OK です。OK。ああ、待ってください。これ釣りそうですよ。釣りそうですよ。どうですか？OK。ちょっと。あれからマシになったの？いや、マシ。早川先生、マシになりました。前も絶対、前こうでしたね。前にしかいなかったですから。ちょっとマシになった。よくなって。大丈夫ですか？脇腹がちょっとね。脇腹がちょっと。一応、まあ念のため、毎日一応この2つをチェックしてあげると、この3週間でやってみるといいと思います。これができなくなってくると、後々、肩の痛みが出たりとか可動域制限が出るので、覚えておいてください。じゃあまず一番最初にやってほしいのが、先ほど今ついたという前提でこのまま肩回しをしていきます。若干肩すぼめながら前回しをしておきましょう。この肩峰のところに手を置いて肩をぐるぐる回していきましょう。10回やっていきましょう。これを肩すぼめながら前回りしてみてください。前回しです。じゃあいきましょう。10回いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK です。これは大丈夫ですか？大丈夫です。そうなんです。すごいです。いや大丈夫です。これ10回と、じゃあ次これ今前回し行ったので反対回しも一緒に行ってみましょうか。10回回しに、今度後ろ回し行きます。10回行きましょう。行きましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK です。じゃあ今度は万歳ができたという前提で、万歳した状態で今度は手をこのように、まあ何かをつかむような状態にして、手を腰がキラキラしているような状態になったみたいで、こう回してみてください。回してみてください。こういう感じですね。パトカーがプル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 やってる感じ。あ、それですね。いいですね。これをとりあえず10回やってみましょう。1、2、3、キラキラしてますか？5、6、7、8、9、10。 OK
9、10、OK、素晴らしい。これが2つ目です。じゃあ3つ目、今度前ならえしてください。前ならえして、今度は水平に手を開いていきます。で途中で手のひらを上に、開いてもらって、180度手が開くようにしてください。最初は手の甲が上で、途中で手のひらを上になるようにしてください。この状態で、まあ、アルファベットの T の字のような要領で開いていきましょう。じゃあこれを10回やっていきましょう。まず手を開いていただいて、そのまま手のひらを上に上げていきましょう。10回いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。おお、素晴らしい。肩甲骨がバリバリ動く。多分おそらくコンピューターを1日は、まあ、長いなって5、6時間とかやってくると、だんだんこの肩甲骨あたりも固まってくるので、まあ、バリバリ言うのも分かると思うんですけど、それが、まあ、やることによってほぐれてくれると思いますので、まあ、これは座っててもできるので、一応立っても座ってても可能です。で今度は、今度はアルファベットの A を作りたいんですが、今度は自分のおへその前に手を置いていただいて、そのまま手をこのように開いていきます。最初は手の甲が前で、最終的には手の甲が後ろに行くようにします。この時になるべく自分の胸を大きく前に突き出すようにしてみてください。じゃあこれも10回いってみましょう。じゃあいきます。せーの、1、おーすごい素晴らしい、2、3、4、5、6、7、8、9、10。おーし、素晴らしいですね。じゃあ次いきます。今度5個目ですね。今度は肘を90度に曲げてもらって、自分の顔の前に持ってきてください。この状態で、肘を外側に向けていきます。まあ、アルファベットの W のような形になります。この状態で肘を開いて、閉じて、開いて、閉じて。で、なるべく肘は90度になるようにしてください。この時も必ず自分の胸を前に突き出すようにしてみてください。じゃあこれも10回いきましょう。じゃあいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これ開くたびにアホが欲しい。じゃあ次、今度また万歳します。若干これちょっと辛くなると思うんですが、このまま肘を下方に引いてってください。まあ、よくウェイトであるラットプルダウンの状態を何も負荷がない状態でやっていきます。万歳して耳の横でこの肘を下方に下げていってください。その時も自分の胸を大きく、開くのがポイントです。では万歳してください。万歳してそのまま下方に下げていきます。これも10回いきましょう。1、2、3、4、おお、いいですね。5、6、7、8、もう一回です。10、OK。山田さん、しょっちゅう顔が変わっていいですね。あと2つぐらいいきましょう。じゃあ今度前習いしてください。この状態で今度は肘を後ろ、この今度水平面の状態でやっていきます。前習いして、今度は肘が外向きになるようにしていきます。まあ、やることは大体一緒で、胸を大きく開いてください。で肘を90度にするのを意識するようにしてください。これも10回やりましょうか。じゃあ行きます。行きます。1、おーすごい、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 OK です。
ゃあ最後にちょっと今度ひねりを加えます。この状態で自分の、まあ、パンチをするような感じで45度ぐらい、まあ、セントセイヤのようにこのまま思いっきり拳を上に突き上げる、おー、こういう状態ですね。この状態1で反対2、3、4という感じで、やってあげると、この先ほど山田さんここつるんですよって言った、はい、その脇腹のストレッチになりつつ自分の、肩を動かすトレーニングになるので、もしもう特にこれストレスが溜まってる人もこのストレス解消にもいいエクササイズになると思うので、最後これを左右5回ずつ突きパンチを突き上げて1、2、3、あ、自分の目先であのパンチを追ってみてください。でそれを左右5回やってみます。足の幅はどれくらい？足の幅はだい、まあ腰幅から肩幅ぐらいで自分でこのひねりをしやすいようなスタンスでなってください。足もかかと上げて、まあ、かかとじゃ結構です。なるべく伸び上がった方がいいでしょう。そうすると、全身のストレッチにもなると思います。素晴らしい。いい、ためとかもこう、あ、ため使って、ため使って思いっきり突き上げてください。まあ、イメージはセントセイヤのパンチですね。じゃあ行きましょう。山さんいいですね。じゃあ行きましょう。用意スタート。1、お、綺麗だ。2、お、浸透してる。3、おー、4、おー、いいですね。おー、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 というような感じで自然に笑顔になれるんで、これは素晴らしい。これ夫婦でやりたい。夫婦でやりますか。うん、じゃあ一応考えないと。一応このこんな感じで、肩こり予防のエクササイズをいくつかやってみたんですけど、まあ、そんな難しいエクササイズじゃないので、まあ、今日から実践してみてください。よろしくお願いします。